はい、どうもこんにちは、ノーです。さあ今回はですね、こちらの身勝手の極意孫悟空を使っていきたいと思います。さあ、使用したデッキが、まずクライマックス、ベジータ、孫悟飯ゼノの混沌顧問で、マイティマスク最近これ使ってんで、でタンバリン、ヤムチャ、人造エリート、なんですけど、この悟空がね、まあ、ゴジータ BR とね全く同じアビリティ効果を持ってまして、あのね一軸違わないんだよこれ。だから本当に全く同じなんだけど、まあ強いて言うとアビリティ名が極めし神髄になってるはい、ガードをね7000以上の敵アタッカーのガードを無効化という感じです。まあそのラウンド限りとはいえね、まあ1回ガードが7000超えたキャラクターって、うわっうわーマジか、勘弁してくれ。1回ガードが7000超えたキャラって早々に下回ることないじゃないですか、ガードが7000以下に。だからまあ永続でガード無効みたいなもんですよね。まあホイとかで下げなければ、まあそれもね、まあ永続ガード無効みたいな感じなんですけど、でカウンターラッシュ持ってるので、ここがゴジータ BR とは、まあ、ちょっと違うかなっていう、はい。で、CI 勝利でダメージプラス1500永続っていうのがあるのでね、まあ、積極的にアタッカーに出していきたいなといった感じです。さてこのゴハンゼノもねユニット持ってまして、はい、超パワーダウンユニットで敵全員のパワーをマイナス1万。あーなるほどね、ロベドミ、あロベドミならいいかも。1万は結構ねでかいと思うな、これ。うわ、ラディッツがちょっと怖いな、あれ。ガードに、あれでしょ、低いところに攻撃するやつでしょ。さあ、めっちゃうるさい。やばい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 。ちょっと早く止めて止めて。ノアノア。ノアノア。ノアノア。めっちゃ鳴ってますね。さあ、ベビトラと、ロベドミと、いう感じなんでね、ちょっとこれもう1ラウンドから切りましょうか。これね、さあもう上げます。もう1ラウンドから出しちゃって、え、早くない？うわ、待った。あー、ゴンゲじゃない、極炎ビルス。あ、そっち。よし、ようやく収まった。いやー、なんかね、女の子のゲーム、なんだろうあれ、プリパラ、キラッとフリちゃんの隣にあるやつがめちゃめちゃ鳴ってました、エラを。まあ、おそらくカード切れかカード詰まりかどっちかでしょうね。さあ店員さん来たんでね、もう大丈夫だと思います。さあそうなんですよ、このゴハンゼノが、まあ、万全の対策っていうことで、まあ、アビリティでね、チャージインパクト遅くするんですが、まあ正直今回はあれだね、パワーダウン要因だね完全にね。さあロックオンもしてくる。いやでも貫通だから、え、意味ないよ。え、マジで貫通のガード位置、気持ち火力上がりそうだねあ、いいねいいねいいね、でかい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 。あー、なるほど、まあ、これはちょっと、あ、違うじゃん、え、待って、あ、今のこっちのベジータか。あ、相手かと思った今。うわ、お互い王者の一手じゃん、なんとも。あー、でも相手がまあまあ技打てるキャラそんなにないと思うんですが、まあ、何人かにはこれかかったでしょう。うわ、いいじゃん。そしたらアバターとかにかかってくれるとね、めっちゃありがたいんですけど。あ、いい、4人激減。あ、すごい硬い、めっちゃ硬い。あー、そっか、王子の一手忘れてた、普通にこれクライマックスのことしか考えてなかったけど、そうだよね、このベジータさ、そういう効果あるじゃん。うわ、いいね。あとはまあ次のラウンドどうしのぐかっていうそこなんですよね。あ、どうしようかな、まあ、貫通にしたくないからさ、全員出すしかないかなっていうのはあるんですけど。あー、ガバキやばい、今日はちょっと絶不調。ただあー、硬いね、いいね。あ、王子の一手いいね、めちゃめちゃいいじゃん。制限もね、使ったところで極限があるからどうしようもない。うわ、どうしようもないな、これどうしよう。
よし決めた。とりあえずご飯打っちゃいますわ。これさ、まあ、一応1万パワーダウンがあるのでこれを使っちゃって、であとは身勝手と2枚出しすることによってフリーズとカウンターで2回攻撃止められます。多分ねそれしかない。うん、タンバリンの切り時をこれミスったね完全にね。次で出した方が全然良かったとは思うんですが、ちょっとこれはさすがに早まったかな。さあスーパーベジータ、あこれは見たことないかも。さあなんだビッグバンアタック、あファイナルフラッシュだ。あーいいね、ただし激減。さあこちらも1手を食らってるので全然ダメージは入らないですが、あれちょっと待って、あれ相手今さ、あれドビグラ打ってきた。え、ちょっと待って待って、あれごめん、ドビグラ打ってきたよね。あ、あれ、え、今かかった。まあ いや、とりあえずね、見直してみた感じドミグラでしたね。あー、え、じゃあさ、え、打とうかな。あ、え、え、やっていい。うわ、ただこれエナジーがちょっと少ないんですけど、いや、頑張りましょう。よし、頑張ろう。あ、いいね、これギリギリベジータが打てるのでなんとかなるかもしれない。ただちょっと貫通になるのもなーって感じだから。あーそうだね、貫通になるのもやだよねこれ。あーどうしようどうしよう、時々取れちゃうんだけど、いやーどうしようかなーこれ。わ、ちょっと腎臓のスパッツが可愛い。あーどうしようどうしようどうしよう、倒しきれるかって言われるとまあまあ微妙なところではあるんですが、まあ頑張る、うん頑張って倒そう。時々も取れんじゃないの、取りましょうか。もういいや、排水の陣で行こう。ここは排水の陣で行く。よし1回目、よしよしよし、多分時々も取ったと思うんだけど、これで7000食らうからここでやっぱり倒したいね。ここで倒すしかない。よし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 、さあこれはでかいでしょう。気力も回復してエナジーもプラス2。あ、でかい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 、あそうだエナジープラス2なんじゃん、でかい。おーいい、じゃあロックオンもねちょっとかけましょうか。はい、ベビータロー気絶に狙いに行くぜ。あ、いけるかなこれ、微妙、超微妙。しかもこれって与えるダメージが永続プラス、あ、わかんない、悟空って攻撃するときにはもうダメージ上がってんのかな。それなら強いね。はい、あーダメだ、ちょっとボットで止まっちゃったんで固定なしで頑張るしかないです。ただ次も絶対これ先行取れるから大丈夫だと思うんだけど。あーやばいやばいやばい、怖いな。さあどうか、ベビトラ寝るかこれ、いや寝ないな。あなー出たそれ、あー一応入ったけどこれ許せないわマジ。パーフェクトでいいじゃんそれ、もうパーフェクトでしょあれ。 99% なんだろうね。だからそのチャージインパクトのゲージが結局その精密になりすぎて、あの本来だったらあのラインだったらおそらくはパーフェクトだったんだろうけど、精密になりすぎたがゆえにパーフェクトじゃなく 99% のラインみたいな、多分そんなところだと思うんだよね。はい、いやーどうか、おーいいでか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 い、で最速対最速、さあここは絶対に当てたい。よっしゃ決まった、よっしゃー、よし、あ身勝手エナジー8か、お前まあいいでしょう。さあこれ結構ダメージ入るはず、おーすごいな、うわリンチだ、
うわ、リンチすぎる。あ、まだある？まだ続くの？やばいやばいやばい、何これ。うわ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 、強っ。いくわよ。凍りなさい。ドッカン。これいったんじゃない？ワンチャンこれで飛ばした気がするんですが。なめるなよ。これも強いし。ああ、いいね。やっぱいいね。まあ、ベジータの技は大体係数高いですからね。多分最弱がギャリック砲で、その次がビッグマンアタックとかだと思って、うわ強っやばはい、まあ、という感じで、いやーちょっとこれはあれだね相手のメテオが極炎じゃなかったっていうのがめちゃくちゃ意外だったかな。え、なんで極炎じゃ、あ、無視、あれかもしんない、ヒーロービルズ気まぐれとかさ、そっちだったのかな、ちょっとわかんないけど、極炎ビルスじゃなかったかもしれないね。はい、あの場で多分極炎打たない手はないと思う。まあ、という感じでね、こちらの、まあ、あの歯をまとう戦士たちっていう、まあ、通常の UR とはちょっと別の属性の UR ので、はい、まあ、悟空使ってバトスタ挑んでみたわけなんですが、かなりいい感じでした。はい、ガード向こうにはできなかったけど、まあ、勝負的には名勝負だったからこれでいいかなという感じで、はい、まあ、最後にこのカウンターラッシュが見たいので、ちょっとまたね、はい、プレイ動画の方を用意してます。ということでご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。